ンマイ監獄。ということで始まりましたまんまい監獄。実はね、私昨日もモンキーターン打ってて上位 AT 入れたんですよ。600枚で終わりました。そんなことあると思って。でもなんか上位入れたら 4,5,000 枚全然出る時あるらしいんで、私もゆうこちゃんも2人とも上位 AT 入れたらまんまいまでもしかしたら秒かもしれない。全然ありえる。 OK、 111ポイントのところで輸出できました。さあ朝一幸先よくここで AT を決めたい。わあ、釜田上がってくれた一気に、もうこれはもらいましたね。串田さん OK、 もうモリモリですね。チャンスアップ。オッケー、早い、ありがとうございます。朝一95ゲームですね。投資が4本です。オッケー、もう朝一から伸ばしちゃいましょう。あ、来た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 、朝一からいいシナリオ。シナリオ8以上濃厚を当該継続率 80% 以上となってます。大チャンス。 OK、 まあ赤スタートだよね。8以上濃厚ってなると道口スペシャル以上、いやこれ熱い熱い。 OK、 3番人気浜岡さんか榎木さん、ボタンはなし。あー、浜岡さん来てほしい。さあ誰、あー待って、スタート大丈夫。あ、道口だ、チャンスアップ。道口は畑野より人気がね後ろだったもんね。ここでも引くボート、バカンスはどうです。オッケー、かっこいい。でここで究極 V モンキーなんで次も 80% です。 OK、 ちょっとヒヤヒヤしました最初。 80% でも落とすことあるんでね。よし、さあ画面、あ、また同じの出た。いいねいいね。で赤赤ときた、道口スペシャル以上で赤赤だから道口スペシャルか愛知の巨人以上ですね今のとこ。3番人気変わらない。まずスタート、スタートカットイン、 OK。 あー、ここでも引いてる。キョチェ弱、大丈夫だよね。よし、ここまではね赤赤できたんで次のシナリオ大事。あー、青島で緑背景、あー黄色か、道口スペシャルかな。あー、レアよく引いた。強チェ弱、とりあえず10バトル。野口、はい、あ、白伸び、いや、うまい、引いてる、レア役。いや、来ました来ました、野口。いや、Vストック欲しい。
ゲーム数でも嬉しいけど V ストック。さあ何ゲーム数、いやでもありがたいありがたい。30ゲーム連戦いくかどうか。あ、来た連戦 25% 当たった。ナイスナイスナイス。浜岡さん浜岡さん、子役を2連でいい。あ、もう赤赤赤、あーもう確定です。ありがとうございます。もらいました、このレースもらいました。いいよ。でもう一丁浜岡さんだけど、ゲーム数かね。はい、 OK。 あ、もうでかい50。これでもう80乗ってます。次相手道口、もう一回勝とう。いいよ、引いてる引いてる。レア役、レア役じゃない、子役引いてる。もう一丁いいんじゃない、どう。朝から絶好調でございます。どう、 V ストックとか金、金、あ、金、金2個あるよ。ゲーム数ないね。 V 金どう。あ、来た金なんで V ストック2個です。あ、やばで、まだ連戦続いてるんですよ。3連戦。いや、やばいやばい、今日も引きが来てます。どう、引いてる。もう一回どう。あー引いてない。勝てる勝ててる。やばい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 、始まってます。もう何がある。 V 全速金 V 見せてやる、欲しい。リプレイで全速きました。さあ乗せましょう。10ゲーム間ダメダメダメ、ナビ来て、ナビナビナビ、いいよ。もう一丁。あー、ここでレア役でもいいな。どう、オッケーオッケー。とりあえずね、ベル引こう。ナビートータル45ゲーム。そうだ、まだ連戦続いてるんだった。いやー、えのきさん来た、えのきさん来たよ。いや、ここでさ、リア役どう。あー、ベルじゃーな。どうですか、さすがに無理か。でも4連戦で V 金 V が1個なんで、実質 V ストックが2個で125ゲームもう朝からアイナミ全速モードです。で問題はこっからなんですよね。白なんですよ。道口スペシャルだとここでもう白以上に上がることはないんで、いやー、もらったチャンスなんとか生かそう。まだね、協調引いてないんですよ、今日。この辺りでどうですか。そしたらもう自力で V ストック取ります。あー、いやー、言ってたら来た協調。あー、弱10ゲーム。あ、どうどうどう、ガモさんでもいい。さっき道口で金 V 取ってますから。ちなみに金 V を取ったらもうグランドスラム確定です。あー引いてない。どう、
いやーやばいか、あるよある、うわうわもったいない、今の残り1ゲーム、ここがダメならエクストラないか、わー浜岡さん来たら激アツなんだけどな、だいたいえのきさんよね、うわうわうわ、境地境地境地、チャンス目でもいい、ボート、書き換えてなんとか、どうにかこうにか、奇跡ない、ここでレア役引けばいい、うわ引けず終わりよね、6ラウンド1082枚でした、なんとかちょっと頑張ったんですけど、あと2セット、あと2セットだったのに、いやもうあと100ゲーム150ゲームぐらいで終わってんです、いやまたか、またこういう展開かということで、当たりました、395ゲーム投資15本です、スタートお果ていかなかった、あー終わった、4セット480枚で終了です、バトル入れれずストックとかゲーム数取れなかったのが痛いな、やっぱモンキー難しいけど楽しいね、ちょっと一周期回すのに時間かかりすぎてる、えっちょっと待って、嘘でしょ、いや、あー引かないか、中断中に引きました、これ次ゲームフリーズあります、あーちょっと本当に緊張する、このレバーですぐ分かります、フリーズだったらプチュン、いきます、あーできない、ダメか、フリーズしたかった、まあ、とりあえず通常時フリーズしなかった場合の中断チェリーは SG 当選とストック1個のみになっちゃいます、うわ悔しいマジで、あ大チャンスだった、さあアリスさあ関東がまし以上ですね、まあ実質ダービーキング以上ってことかな、あーちょっと本当に今の引きずるわ、今日一日引きずるわ多分、まあいいか初当たり取れたから、さあ浜岡さん、浜岡さん子役2連で勝利確定です、はいもう赤大丈夫で、ここでレア役引くとねいい報酬もらえるんですよ、あーおー、まあ大体浜岡さんはゲーム数ですね、20ゲーム連戦ないですか、来た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 、完全流れ来てるわ、えのきさん以外で、おーいいねいいねいいね、約もうこの時点で 50% だし赤、熱い熱い、あとはもういい報酬願うのみ、青か、たまにね V ストックもらえるんだけど、あーゲーム数ただまだまだいきます、えのきさん来ないで、うわーいいね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 、3割もう一発いこう、エア役でもいい、ナビなし、あーやばい3割いやちょっと弱いか、50ゲームしか取れなかったです、ただこれで残りゲーム数74ゲームになりました、ただストックもできず、ここはね確定ですけど次からストックなくなっちゃうな、ちょっとねもったいないな、でもえこの次赤でもいい気がするんだけどな、あ違うダービーキングの可能性があるのか、白だとうわこれダービーキングかもな、ギャンブラーとかなんかこの辺ダービーキングとかギャンブラーとかその辺の匂いがする、ここで緑かってことはやっぱり、うん、ダービーとかギャンブラーとかその
白以上白、白以上白みたいなシナリオっぽいな。嘘でしょ。いや、欲を言えばダブル欲しい、ダブル揃えば3桁もらえます。あー、シングル、いやでもめちゃくちゃでかいです。いや、こうなったらですよ、これダービーキングの方が熱い、ギャンブラーよりダービーキングの方が熱い。4戦目ここ継続したんで、赤虹 50%虹もう帝王です。ただギャンブラーだったらもう一個白あるんで、ダービーキングだったらこれもう 50% ほぼ 50% でグランドスラムみたいなもん。いや、大チャンス来た。いつもと全然違う。また緑か。まあまあまあ、もうダービーキングがギャンブラーでしょう。なのでここは内部的に赤か虹 80% か 100% で、ここ通した次ですよね、が白スタートだったら多分ギャンブラーだったってことだし、白以上青黄色緑赤でスタートした時点でダービーキング。まあどっちにしても熱いね。いやー、バトル1回もなしか。まあ 80% は 100% だと思います。まあ出走費はそこまで悪くない気がする、浜岡さんいるし。まずここね、あれ、あー、ジャコチャンス目、あー、道口さんか。いや、まあでも大丈夫と思いたいけどな。あー、たといんだな。いや、青、嘘でしょ。いや、大丈夫と信じたい。まだわからんね、復活もあるしね。まだわかんないです。嘘でしょ、ちょっと待って、多分 80% 落としました。5256枚引き継いで1200枚か。うわ、やらかした、マジか。ロゴとかいらん、全然ロゴいらないんだけど。うわ、やらかした。グランドスラムチャンスは失敗。まあでも朝一なんでね、こんなもんか。わー、全部飲まれちゃったので、ここから追加投資です。これも6周決めなので、ここで天井です。いやー、ダメか。追加投資始まってんのに、こっからじゃきついよ。天井です。長かった。総投資が16本で1000円追加しました。持ちメダルもなんと全のまれ、集団治療はなかったことになってしまいました。終わっちゃった、もったいないな。ギャンブラーは結構強いぞ、シナリオとして。資産なし、お金がなくなりました。3枚目です。吉宗ライジングです。モンキーターンがですね、設定差あるとこが見れなかったので、あのまま打ち続けるよりかは吉宗でちょっと一発逆転ライジングで狙ってもいいのかなと思って移動してきました。移動しました。はい、モンキーからいなくなってます、優子様が。すいません。ちなみに何言ったんですか。ちょっと今日のテーマを変えようかなと思って、ほうほうほう、大きな目標はもちろん万枚を出すこと、うん、だけど今日は純ちゃんの敵討ち、ほう、純ちゃんの骨を拾うじゃないかってことで、はいはいはい、吉宗ライジングにやってきました。それはね、ぜひ拾っていただきたい。任せて。はい、あの前回ね、1日打って、うん、ブルマイライジング1回しか入らなかったから、じゃあ任せて、今日残り時間も含め、うん、今日3回引きたいな、ライジング3回ね、うん、じゃあ私もテーマ変えます。はい、
ゆうこちゃん前モンキーターンでグランドスラム行って、うん、青島 vs 波多野で止まっちゃったやんか。そうなの、通せなかった。そこ通すわ。さすが心強い、うん、上位行くわ。オッケー、じゃあ今日の目標ちょっと2人とも変えよう。そうだね、お互いの敵討ちにしようか、うん、そうしようね、はい、オッケーオッケー、頑張ろう頑張ろう。どこちゃん、これ、しびれる。よし、来た来た来た、やっと来た。あ、待って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 、これライジング確定画面。え、なんで、やば。収支管理アプリ P マネー登場。 P マネーには誰でも簡単に使える収支登録やデータ分析など便利な機能が満載。私たちもナビゲーターとして活躍中。皆さんダウンロードお願いします。